精錬は、高山美再現案、スタジオ5組、アクスシズ共同制作による日本のオリジナルアニメ作品。2017年1月より3月まで、TBS、サンテレビ、BSTBS 他にて放送された。天神から9年後の世界を舞台とした後継作であるが、同じ世界観の一つである、キミキスの要素も一部見受けられる。各ヒロインは、 ルート分岐形式で展開されており、公式サイト上で、時系列とどこで、ルートが分岐したかを示す一覧が公開されている。なお、第9話の次回予告は、宮前徹編があたかも夢打ちであるかのような、内容だった。本作では登場する、女性キャラクター6人のうち、常木明る、桃野京子、宮前徹の3人に焦点を当てて、 各ヒロインに4話ずつを割り振ったオムニバス形式となっている。この構成の背景として、高山は脚本を作成した結果、2話だけでは、ヒロインの魅力を伝えるのは無理だったこと、同級生、後輩、先輩と一通りのシチュエーションが揃うこと、日山水は、上崎誠歌、三条類世は、舞台とキャラクターの風呂敷を広げ切った方が、楽しめそうだからと語っている。 各キャラクターの章では、その担当ヒロインの主だった部分を中心に掘り下げるが、他のキャラクターの章でも、部分的にヒロインの動きが見られるようになっている。タイトルは、精錬化錬から取られている。章一の行動によって、ヒロインルートが分岐する。神田章一は一学期の中間テスト後、自分の進路に悩んでいたところ、親友の七先育に、書き講習に誘われる。 行くかどうか迷うが、旧友の常木明がアルバイトしているのを見て、自分を変えたいと思い、夏季講習に参加することを決意する。小一は夏季講習初日に無断でアルバイトをしていることが親にばれて、夏季講習に強制参加させられた明と遭遇し、ジャージを貸すこととなる。しかし、アルバイトの件を学校に密告したとの疑いをかけられた小一は明に誤解されたまま夏季講習を終え、 夏休みが終わっても彼女と話せないでいた。そんなある日、学校に密告したのは、明るの友人である、高藤幸恵だったことが発覚し、正一は輝から謝罪される。その後、海に行けなかったことを愚痴られた正一は明るを海に連れて行き、キスされたことで、彼女への行為を自覚し、 告白しようと決心するが、明るは料理の修行に卒業後は別の町へ行くので、付き合えないと友人のままでいることを望む。5年後、明るがアルバイトをしていた店で働いていた小一は、スペインから帰国した明ると再会するのだった。小一は、先輩の宮前へ通るに、アイテム交換を持ちかけられたことをきっかけに、育親、先輩の荒木を含む4人でゲームをするようになった。 しかし、ゲームセンター付近を巡回していた、風紀委員長から小一と等を逃がすため、風紀委員の仕事をサボって、シールを取っていた上崎誠氏を擁護した罰として、行く音、荒木は、期末テストが終わるまでうさぎ小屋の掃除をさせられることになってしまう。それを知ったトールは責任を感じ、小一と距離を置こうとするが、明るの助言と小一の優しさに触れ、思いとどまる。その後、 トールからコミカルマーケットに誘われた小一は姉の十萌やその友人の長沢しおりと共に参加した後夜の公園でとうとデートする。そこで小一はトールに告白するが告白だけでお互いの関係を急に変えるのではなくこれからも自分を追いかけてほしいと言われる。小一はその気持ちを受け入れトールと唇を重ねる。10年後トールと結婚した小一は バスの運転手として、トールが勤めている、保育園に、娘のリエを送り届けるのだった。小一は一つ下の幼馴染みの桃の京子から、魔法少女漫画の新刊を受け取る。小一は、高校生相応に、周囲の目線や評価を気にする一方、京子はまだ中学生のような、あどけなさを残していた。高校への進学以降についてしまった差を縮めるため、京子は、 家庭部への入部を決意する。クリスマスも近づいてきたある日、正一は行くように、例年のイブの予定を断られる。そこで正一は、家庭部に入部してから大きく成長した強行クリスマスデートに誘うが、イブ当日に開催される、創設祭の後、片付けを理由に断られてしまう。一度は断念するも、自分の気持ちに対してまっすぐに向き合うことの大切さに、 気づいた正一は、イブ当日の告白を決意する。イブ当日、正一は、毅然とした態度で京子を屋上に呼び出す。そこで正一は京子に告白し、互いが今までの幼馴染ではなく、異性として意識していることを確認し合う。こうして、自分の気持ちに正直になった正一と京子は、晴れて結ばれる。10年後、正一は京子と結婚して、娘の餅を儲け、 幸せな家庭を築いていたのであった。天神に登場した高等学校。前作から9年が経過しているが、校舎の外観や敷地内の風景などはほとんど変わっていない。その当時、ポンプ小屋で無茶をした学生がいたため、大変融通が効かない、風紀員が見回りをしている。主人公ヒロインその他教師、綾やとまなみの精錬性キュートのタイトルで、 元泉にて2016年12月26日から2017年4月3日まで毎週月曜日に配信された。パーソナリティは桜彩音と沼倉学美。なお、年末年始を挟むため、第2回は2017年1月16日に配信された。セイレンに関するカテゴリー、ありがとうございます。